夜の Ds は理想の女の子スペシャルパート2で思わず萌え萌え。大好評企画シンプル1500、今夜もとんでもないアイデアを大公開。そして新作 CG もたっぷりごっそり目いっぱい見ていただきましょう。2000年早春、春といえば卒業、そして卒業といえば恋の終わり、そして始まり始まりです。最初の発掘番組ディーズガレージ21です。いやー、恋の終わり、そして始まり、川北さんどうなるんでしょうね。ということは始まるってことですね。私は、台本には終わりまでだったんですけど私の配慮で始まりをつけてます。素晴らしい、伊藤優子万歳春ですからね。春ですから頑張りましょう。春ってでもそういうイメージですよね。なんかこう切り替えというか、出会いと別れと、特に3月とかだと ね終わりが来て、そして出会いが4月になったっていう、そうそうみたいな、微妙な時期ですから頑張ってください。はい、頑張るわ。張ってね、行くわよ。なんかね、はい、そう、番組では川北さんのも恋の行方をもうずっと追っていくらしいですよ、今後も。もう随時生中継でお伝えしてきたやっぱり生なんだ、渡辺さんと私は気になるところですもんね。気になりますよ、最後までやっぱり、ね、届けられるね。川北さんずっと酒をやめてるんですよ。そう、お酒やめてる、すごいですよ。私もね、2週間3週間一滴も飲んでない。すごい、本当てかみんなそんな驚くことじゃないですけどはいきなり漫画からですか。そうですよ、伊藤さん。なんか小島さんありましたけれども、はい、先月の、38ページの掲載やりましたけれども、はい、その吉弘さんのゴーフォーブロから面白かったですね。本当にね、いよいよ後編の50ページが3月6日に発売になりますよ。ビーズから飛び出した期待の星、その吉弘さんにあの月刊少年マガジンが注目。なんと3月号には全編38ページが堂々と掲載された。その反響も続々と寄せられている。そこで次号に掲載される後編50ページも含めて、グラビアアイドルバスト87センチの堀越のりちゃんにゴーフォーブロークを読んでもらったところ、私が特に気に入ったのが、マジカさんという女の子が出てくるんですけど、すごく女の子なのに時にはセクシーなところも出して、実は隠しながらも警官だったりして、なんか私が憧れるようなかっこいい女性だったので、すごい親しみを感じました。あとですね、すごく読んでてドキドキハラハラさせられるので、これからもこういうスピード感のある作品を作ってください。続いてはイングリッシュプリーズの自称ブラピそっくりという外国人タレント、セイン・カミュ。果たしてどんな感想なのか。ねえ、後編まだ発売されてない後編こちら後編もですね、やっぱり前編に続く部分では非常にどうなるのかっていう答えっていうか期待にこう答えてくれたものでしたし、かなりやっぱ前編もそうですけれども、後の方もかなりいいアクション、なかなかスピーディーな展開でいろいろこう先に進んでいくわけなんですけれどもね、これを結構僕読ませていただきましたけれども、なかなか面白いと思いますし、絵は本当にまあディーズガラージから出て、まあ素人さんっていう形で扱われてるみたいですけれども、全然素人と思えないぐらいの本当出来栄えでして、非常に面白いと思いますし、これからの発展をどん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 期待したいと思いますので、ぜひぜひ頑張ってください。応援してます。ビーズ出身その吉弘、ゴーフォーブロック後編50ページ、3月6日発売の月刊少年マガジンに乞うご期待。わあ、50ページですね。これはね、50ページ読み応えはありますね。一応話が完結するんだけど、2人のキャラクターがね、なんかすごいキャラクター張ってるんで、またなんかこの2人でやってしでかしてっていう話が、また続編みたいに ね、そして連続ものヒットね、長くなってね。そうそうそう、だから今回読み切りって形だったんだけれども、次はぜひね連載っていう感じでね、狙っていってほしいと思うんですね。なんか多分次10回ぐらいで完結するような話を書いてね、もうやってみると編集者としても連載考えやすい気がしすぎそうなので、今週も新作 CG が続々と届いています。まず最初の作品はこちらからです。どうぞ。作品ナンバー224、井上沙織さんの作品です。4、
右側にいる猫が主人公なんですけど、ね、ああもう猫大好き、可愛いです、ね、あ本当だ猫だ、このね立体の猫のねこの顔の形の変化で表情とか感情が表現されますんで、ね、その辺がすごくうまいんでよく見ててくださいね。この虫は何種類は何、なんだろうね、蜂、はい、蜂のようですねあになっちゃうんだ、飲み込んじゃったら、え終わっちゃうの、終わり終わっちゃうのでも言いたいことはものすごくつかめる、ね、あのねこのまぶたがウィーンってなるのがいいですね、これもっとパターンがあればいいのに、ね、これ可愛いからね、うん、また飲み込んじゃって、また飲み続けるの、何かをね豚とかなんか豚豚とかバッタとか、豚の方が大きいからね、ダメだと思うんだけど、ダメダメダメ、あ面白い、もっと長ければいいなと思って、ね、お部屋の中なんかすごい可愛かったね、お花があったり、うん、そんな感じで、はい、この調子でいってみましょうか、はい、さあ続いての作品いってみましょう、こちらの作品です、どうぞ。作品ナンバー225、大佐漬け五丁さんの作品です。この作品ね、ドラマがすごくいいんですけど頭がちょっとカットされてますんで先に説明しちゃいますとですね、主人公はスクラップの車を引き取ってコツコツ修理していた、完成した夜にテストドライブに出るがそこでその車をスクラップにした前の所有者と出会うんですね、あ面白い、そしてあのバトルになってしまうという、そういう話です。すごくね、車の走りにこだわった CG 作品なんですけど、ね、挙動、車の動きはすごくデフォルメされてます、よく見てください。私これなんか字幕がセリフで字幕が出るのが結構好きなんですよ、なんか洋画感覚っていうか、なんか現実的じゃないような感じの話が終えるからすごいドリフトするんですよ、滑るんですよ、本当だ、おお父さん、こんな風に走ってます、私全然安全運転ですよ黄色で止まっちゃうタイプ、あなんかでも運転する人の気持ちがすごいなんか伝わってくる感じ、一生こんな運転できないな、運転ってその人 の, あの真の姿が出るって言われませんでした、誰が乗ってるか分かんなくてもその車の走りでその中の性格が分かったり、車自体がなんか怒りっぽいみたいな車だったりとか、あとなんか下手な人に限ってというかこう通り過ぎてから文句言う人とか、ああやだ、そうバーって言っちゃってから、なんだよみたいなちょっとうちの母親とかあいる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 人もいますよね、さあ今夜はこの調子でバンバンいきますよ、バンバンいきましょうか、はい、はい、続いての新作 CG はこちらです、どうぞ。作品ナンバー226、滝ヶ平恵里子さんの作品です。この人はすごくね生き生きしたキャラクターを作って動かせる、そういう人ですよね、なんか砂漠を歩いてる鳥くんがオアシスを見つける、空が綺麗なことね、晴れてます、ね、なんかだから綺麗な色合いでキパッとしたストーリーを作れる、なんかだからピングとかね、そういうシリーズをこういう感じで作っていただいてもいいと思います。かわいい、魚がそれを食べるのかな、 CG って結構残酷なものが残酷に見えないところがまたこれまた残酷ですね、可愛く見えちゃったりするからね、なんかみんな動揺を隠しきれないこのコメントの難しい CG でしたね、これぐらいのリアリティで留めといた方が生々しくなくてどんな話をやってもこうファンタジーになるからいいかもしれない、不思議ですね、リアルにしないとアニメとも実写ともなんかぬいぐるみ劇とも違ってなんか独特なリアリティが
ね、あって可愛い。さあ、それでは、この後はですね、はい、新作 CG、 そしてフルバージョン劇場と CG 作品が続々と続きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、新作 CG バンバンいきます。続いての作品はこちらです。作品ナンバー227、小宮山亮さん、杉本浩一郎さんの作品です。蝶々が迷い込んできたことをきっかけにして、不思議な遺跡があるとき目を覚ますと、そして動き始めるという、そういう話なんですね。蝶々と遺跡ってこう結びつくものがあるんですよね。わ かるな。意識の象徴みたいな感じですね。こうやってね、 3D で巨大建造物を仕上げるっていう、その狙いもね、そしてこの造形のデザインもすごくね、いいんですね。あとはね、細かいところ、例えばあの建物の表面の処理なんかはもっと丁寧にやっていただくと、もうグッと良くなると思うんですね。全体の形はいいんだけれども、もっとディテールに凝ることによってね、不思議と全体が良くなるっていうのがあるんですよ。これはもうどの世界でもそうだと思うんですけれども、だから CG の場合、ここからさらに細かく作り込んでいくとできますからね。生き物とかも面白いけど、こう遺跡とかもまるで生き物みたいな感じで ね、 そうですね、動かせるのってやっぱ CG ならではですよね。なんか遺跡ってこう変形合体したり動き出したりしそうな感じしますよね。しそうしそう、なんかすごい古代文明がそういうの仕込んでないと限らないって気がしますよね。終わりなのかもしれないよね。語尾上がる系ですね。ねえ、疑問系ですね。どうなの？どうなの？あ、でもおっしゃったことそうですよね。動き出そうな。蝶がどこ行っちゃったんでしょうね。はい、ちょっと落ちてきたのね。さあ、もう余計なこと言ってもらえてありません。お待たせしました。今夜もフルバージョン劇場です。いいですよね。いいですね。今シーズン相談所のフルバージョン劇場です。いつもすごいのが来るんで、ちょっと今ドキドキしちゃったんですけど、大丈夫ですよね。はい。今日のフルバージョン劇場ですか？今夜のフルバージョン劇場はですね、先週ご紹介した大反響でした高橋圭介さんのトイショックです。このお店の看板にね、買うべきか買わざるべきかって書いてあるんですよ。この辺もちょっと深いかなと。ね、なんか映像も面白いんだけれども、設定とかストーリーとかね、その問題提起の部分がね、すごい深いなと。夜中に生きた動物を使っておもちゃを作っているとかね、そういうところが見たりのサギの目が怖いのよ。次足でしょ。結構私こういうの好きかもしれない。ロボットになることによって、例えば永遠の命を得ることができたりするわけじゃないですか。もしかしたら幸せなのかな。どっちが幸せなんだって。なんか最近ほら、ペットロボットとか流行ってるでしょ。そうですね、超人気です。あと、その生き物とか人間をこう遺伝子レベルで改造できちゃうみたいなね、そういうことも現実化してるんで、結構残酷。なんかすごく可愛らしい世界でありながら、残酷さみたいなのがね、今見える。でこういう残酷さってね、結構ちっちゃい子が見ても理解してくれるんですよ。そういう意味ではね、すごく大人っぽい話のようでありながら、すごく一般性があると思います。あ、やってた人が入れられちゃったんですね。正義は勝つってことですよね。悪いことした人には悪いことが起きると。でも子供の声も結構こういう形で理解しますよね、いろんなことをね。そうですね、なんか結構平気、なんか人形が
あの生き物は人間人形になったり、うん、人間がロボットになっちゃったりとかっていう、なんかそういうことに対する我々のなんかタブーみたいなのあるじゃないですか、うん、人間の体を機械に変えちゃいけないみたいな、そういう境界を子供の方がね超えちゃうから、多分人間性を見ますよね、うん、そうですね、うん、おとぎ話的怖さってあるので、読み終わった後の大人だからこそ怖いみたいなところってあるでしょ、うん、子供はああそうなんだって思うの、そうそうそう、大人なんか怖いと思う、よく考えちゃうとすごい話とかありますよね、あるある、うん、さあ今週もお待ちかねでしょう皆さん、はい、先週やりました理想の女の子スペシャル、今週はパート2をいきたいと思います。また今日もパート萌え萌え見ていきましょう、お目玉です、うん、さあ、はい、それではディーズガレージ21に応募のあった理想の男の子女の子そしてノンジャンルの作品の中から厳選された作品を、お届けしたいと思います、はい、こちらですどうぞ、この人ね、あの二次元の絵のうまさで本当に最高峰にいる一人だと思いますよ、ね、本当に繊細な線が引ける人ですよね。この方ね、服の質感まですごく作り込まれてますよね、かわいい、なんか触ってみたくなる表情が ね、ありますね、とてもいい、あ、この人覚えてます、あの姉妹の指示、そうそうそう、お姉さんと、こっちがお姉さんでしたっけ、かわいいね、そうそう、かわいい、萌え萌えですね、こんな姉妹いいですね、シチュエーションもいいですか、あ、これはね、変身シーン、これは萌え萌え、素晴らしい、こういうのもさ、ねえ、ありましたね、そして松村愛理ちゃん、アミティさんのだ、素晴らしい、もうこの方は 3D と 2D のこうちょうど間 の、ね、あのアニメっぽい 2D の世界を 3D でちゃんと表現するみたいな、ね、技だと思いますよ、本当に日本ならでは、そしてついに脱いでくれたオリビア、ねえ、またカメラワークがね、はい、微妙なんですよね、おなじみチームグッディのおなじみの作品ですね、ちょっと病的な感じが妙に色っぽい女の子でした、この子キャミって言うんですって、名前がちゃんとついてる、この作品にも登場するかもしれない、そうですね、病的な女の子、確かにちょっと色っぽいとかありますよね、不思議な感じ、マスリンショーですね、マリリン・モンローを思い切りデフォルメしたキャラクターですよね、かわいい、すごさもいいですか、お洋服着れないんだろうなってそうですよね、サザエさん一緒、そうそう、うん、ダンスマニアマイ、あの VJ 素材として作ったキャラクターだと思うんですけれども、ぜひこの子を使ったパフォーマンス VJ パフォーマンス見てみたいですね、うん、やっぱダンスっていうか体の動きがすごいセクシーなダンス、傷跡を治してしまう魔力を持つ女性、月夜にね、佇んで神秘的な女ですね、いい感じだな、いろんなタイプの女の子いますよね、うん、いやどうもありがとうございました、ごちそうさまでございます、ね、もう素晴らしいね、やっぱいいですね理想の女の子ね、男の子もいいけどやっぱりこういうのは女の子の方が見応えがあるね、どうしてなんでしょうね、なんでだろう、なんでかな、なんでやっぱそういうファッションとか髪型とかそういうものにまで目がいくからですか、まだまだありますからね、女の子の応募しちゃってくれたようが2000の20個だけでしょ、一部しかまだ紹介してない、もう一日中番組やってても大丈夫ですね、こんだけ、ね、やっぱ面白いですね理想の女の子は、ね、盛り上がりますよね、さあそして川北さん、今週はもう一つ、はい、ビッグなニュースがあるんですよ、そうなんですよ、見てみましょう、はい、3月4日プレイステーション2発売に先駆け先月行われたプレイステーションフェスティバル2000、会場には各メーカーのプレステ2対応新作ソフトが大集結、いずれも初期タイトルを飾るだけに力作揃い、そんな中ビズが作ったプライマルイメージも会場のメインスクリーンに登場、注目を集めた観客はスクリーンに現れたリアルでハイクオリティな映像に思わずあぜん、近日発売予定、こうご期待、さあ大人気のシンプル1500の企画なんですけれども、川北さん、はい、もうね、うん、私もいろいろ考えましたよ、考えてましたもんね、もう考えました、いろいろ考えてました、もう考えました、やっぱザ復活、あ復活それは何からの復活、またまた
復活復活新しいのやめたの、うん、そうそうやっぱまだダメなのねそうそうまだダメなのだから復活一人の人を愛すんですよでも、うん、貫抜き型ですよえ貫抜き型あ一途って感じ、うん、渡辺さんはそういえばどっち型ですかいや僕は本当にねもう振らないでくださいねはい、はい、そんな感じで、ね、シンプル1500だからなんか申しますと、はい、第2弾がもうすぐ決まりそうですよもうそろそろ告知できると思いますねもう第2弾の話、うん、本当にねどんどんこう話は進んでるんですけどでもね、はいはい、非常にこう惜しいボス作品もいっぱいあるんでその中からね今日は一つまたアイデアを紹介しようと思います、はい、大人気のシンプル1500毎週100企画以上集まるがザ・隠しカメラ今週紹介するのは神奈川県の高本大輔さんのアイデアズバリ隠しカメラを更衣室やお風呂にセッティングして見事女の子のヌードを捉えたら得点ただし被写体がアイドルや若い女の子なら高得点だがおばさんだったら減点だちょっと無理ですよねやっぱ女の子覗くのはこう良くないんだけどただ発想をずらせばねだから女の子じゃなくて例えばスパイになって敵の基地にこうカメラ仕掛けるとかそういう発想の転換をしないと、うんでも本当シンプル1500のボツアイデア結構面白いの多いんですよね、うん、アイデアだけで本作ってもいいぐらいですよね、うんうん、こんなアイデアありますね、うんうん、すごいザモモコから始まり足モモコから足モモコ始まりね足モモコねなんかじゃできないんですかねせっかくだから我々読んでてね打ち合わせして読んでてもう大笑いもうバカウケ、うんね、爆笑飽きない飽きないその楽しみをぜひ伝えたいゲームにぜひしていけたらいいんですけど、ねね、シンプル1500が無理でも他の、ね、ゲームに、ね、活かせるかもしれないし、はいはいはい、そんなところで ABs ガレージ21、はい、川木智子復活を狙いますイエーイさあ Bs ガレージ21では皆様の才能をお待ちしております Bs ガレージ21番組では常にノンジャンルのオリジナル CD ゲーム漫画作品も大募集応募要項はこちら作品に添えてこれらの項目を必ず明記してくれオリジナルのものならいずれもノンジャンルだ目指せメジャーデビューもちろん番組で紹介した作品の作者の方々に提携のコンビニやドラッグストアチェーンなどでご利用できる便利なクオカードを毎週プレゼントしていますどしどしご応募くださいお待ちしておりますということであっという間だったですね今日あっという間ですね楽しかったですね今日も盛り上がりましたね、はいうん、どうだったでしょうかパート2の方はパートだからとにかく頼みましょうバーって見たいもっと、もう2000は無理でも500ぐらい見たいですね、うんうん、スペシャルスペシャルででも結構見事できますよね結構あるそうああいうの紹介するだけですもんねチャンネル1個作ってもいいぐらいですよねそうですね常にずっと流してるじゃあもう楽しみにしましょうはい、はいさあいよいよプライマルイメージの発売も、迫ってきましたそして川村さんの川村さんじゃない誰川村って誰そしてここは絶対カットしないでここは絶対カットしないで川村さんの方が一体どうなるんでしょうかほらここでしていきたいと思います、はい、そして皆さんもやっぱり春なのでいい子を探していきましょう幸せになってくださいね、はい、ちょっとバタバタとしちゃいましたけど、はい、この辺で、はい、それではさよならこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。